電気うなぎ目は、甲骨魚砂の分類群の一つ。にア目5か33族で構成され、電気うなぎなど少なくとも208種が含まれる。全種が、発電機関を持つ、淡水魚で、中央、アメリカ及び南アメリカが分布の中心となっている。電気うなぎ目の仲間はすべて淡水魚で、北アメリカの一部、中央アメリカから、南アメリカにかけて分布する。 生物地理区の区分における、新熱帯区から発生した一群と考えられている。生爪と近縁で、互いに、姉妹群の関係にあると見られている。生爪と同様に夜行性である。電球な義目は生爪や濃い目と同じ骨表上目と、呼ばれるグループに属し、共通の特徴である、ウェーバー器官を備える。一方で、他の骨、表類のように、 警報物質は分泌しない。体型は、うなぎのように細長く、電球ウなぎアモクの魚類は、円筒形であることが多い。ステルノピュグスアモクでは、左右に平べったく側平たし、その姿から英語では、ナイフフィッシュと総称される。背びれ、腹筋及び、油びれを持たない。尻びれは極端に、長く、胸びれの近くから、 体のほぼ後端にまで達し、ヒレ状は100本を超える。尻びれの単ヒレ骨は、半球状の軟骨を介してヒレ状と接続し、ヒレ状を1本ずつ、演習運動させることが可能となっている。これを利用して尻びれを波打たせるように泳ぐことで、全身のみならず後身も可能である。ほとんどの種はおヒレをかき、アプテロノートゥスカのみがやや痕跡的なおヒレを持つ。 エラの開口部は、ごく狭く、肛門は頭部あるいは胸びれのすぐ下にある。電気ウナギを除いて、主上顎骨は、未発達で、上顎に歯を持たない。火災骸骨及び外浴場骨をかき、口骸骨は、骨化しない。本目の魚類はすべて発電機関を持つ。 ほとんどの種では筋肉の細胞から分化したものであるが、アプテロノオトゥスカの発電機関は神経細胞を起源としている。発電機関の大きさは様々で、放電される電力は一般に微弱である。ギムノオトゥスカに属する電気ウナギエレクトロフェラスエレクトリカスは例外的に強い発電力を持つことで知られ、水族館で発電業として展示されることもある。 電球うなぎ目は、電球うなぎあもく及び、ステルノピュグスあもくの2あもくで構成され、5か33属のもとに少なくとも208種がところ、属する。和名のない分類名については、上の坂本によるカタカナ表記に従った。電球うなぎあもく、ジムノトエダイは1か2属39種。一部の種は、空気呼吸が可能。 ギムノートゥスカ電気ウナギエレクトロフェラスエレクトリカス。発電業として特に有名。オリノコ川とアマゾン川に分布するギムノートゥスカジムノティデーは二族39種。体型は全体的もしくは部分的に円筒型で、体高は極めて長い。ギムノートゥス属は体長1メートルに達し、本目の魚類としては最も広範囲に分布し、生息範囲は メキシコ南部からアルゼンチンに至る。電気ウナギ属は、かつて単独の電気ウナギかエレクトロフェリデーとして分類されたこともあり、多くの際だった特徴を有している。電気ウナギの持つ発電機関は本目魚類の中でも、とりわけ大きく、600ボルトにも及ぶ電圧を出すことができる。電気ウナギは、生涯にわたって椎骨が増加し、最大で、 体長2.2メートルにまで達する。ステルノピュグスアモク、スターナピゴンイディは4か31属169種で構成される。ランピクテュス上下ラムフォイクチオアイディア及びアプテロノートス上下アプテラナトアイディアの2上下に細分され、それぞれランピクテュスカとヒュポポームスお及びステルノピュグスカとアプテロノートスカが所属する。ほとんどの種は左右に平たく。 側平たした体型をしている。椎骨の数が、電気うなぎアモクよりも少ない。パナマから、南アメリカにかけて分布する。ランピクテュスカ・ランピクテュスカの一種。突き出たフンが、本家の特徴であるヒュッポポームスカの一種。ガイアナ及びアマゾン川水系に分布する。ランピクテュスカ・ラムフォイクチーデーは山賊16種からなる。フンが突出し、左右の微行は、 比較的近い位置にある。ヒュポポームスカヒュポポームスカヒュポポモデには八族三十種が所属する。フンは短く、左右の尾行は離れた位置にある。最大長は35センチメートル程度で、10センチメートルに達しない小型種も含まれる。ステルノピュウスカステルノピュウスカの一種。本種は群れを形成し、発電を求愛などの繁殖行動にも利用している。 ことが知られている。ステルノピュグスカスターノピガデーは6三36種。フンは、比較的短く、縦毛状の細かい死列を備える。アプテロノートスカアプテロノートスカの一種。本家魚類は、小さいが明瞭なおひれを持つアプテロノートスカ、アプテラニティデーは14八87種を含む。 小さな尾ひれが存在する。制御には神経細胞由来の発電機関が備わる。ありがとうございます。